はい、こんにちは。まーやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。デュエルマスターズのドギラゴールデン VS ドルマゲドン X です。はい、先日から始めましたね、デュエルマスターズ。前の動画の後にですね、即このボックス購入しまして、はい、したらコメントでね、カットのメモリアルパックがまもなく出ますよっていうのを教えていただいてね、それ今週末なんでね、うん、やっちゃったなと思ってね、知らなかったのかもね。いや、僕知ってたけど。あ、知ってたの？ということで、今日はですね、この30パック全部開けていきたいと思います。はい、これね。はい、おお。こんなパックに、こんな感じなんだね。おお。はい、こんな感じでございますね、うん、すごいね、迫力が。キンキラキンだね、うん。1パックに5枚入ってるみたいなので、これ全部開けると150枚ってことだね。うわ、150って多いね。じゃあ15パックずつそれぞれですね、開けていきたいんですが、はい、あ、そのまま開けるのもつまんないので、うん、対決しようか。あ、いいね。うん、どうしようか。じゃあ最終禁断レジェンド5枚セットが出たら5ポイント、うん、で、レジェンドカードは3ポイント、うん、でスーパーレアが1ポイント、うん、まあここまでだね、うん、ベリーレア以下はノーポイントでやっていきましょうか、はい、ではどんどん開封していきましょうか、はい、切り目があるからね、うん、よし、いや初開封、はい、ちょっと楽しみ、うん、はい、あ、コモンだね、コモン、コモン、コモン。あ、これレア、おレア。あ、これ最後は何。あ、説明のカードが一応入ってんだね、うん、なるほど。スーパーレア以下とりあえず紹介はなしにしようか、うん、レイシン君ね、ベリーレア出ましたね、はい、プラチナワルスラエースで進化クリーチャーだこれ、うん、ベリーレアはノーポイントですから、うん、どんどん開けましょう、はい、パパ2パック目いきます。え、じゃあ僕も打ちます。はい、コモン、コモン、コモン、レア、レア、あ、普通3パック目いきます。え、スーパーレア出た。スーパーレア来た。マジでエイシング1ポイント。ここに書いてある。何？カンフージェネレーションカツキングジュニア。カンフージェネレーションカツキングジュニア。イエーイ。コスト8だね。うん。じゃあ3パック目いきます、うん。アニメ情報など。負けてんなパパの方が。イエーイ。おかしいな。じゃあ3パック目。はい。コモン、コモン、コモン。おっと、これは D2 フィールドだな。D2 フィールド来たの？デュエン出てきてますね、はい、これもう使えなくなっちゃうんでしょ、うん、そうが終了前に交換しようって書いてあるな、うん、2000万お、2000万マジで。デュエン対決もやるか4パック目いきます。はい、じゃあコモン、コモン、コモン、レア、コモン、レア、あ、5パック目いきます。コモン、コモン、レア、レア、5パック目いきます。レア、あ、はい、エイシン君ベリーレア来ましたね、うん、ベイビージャックですね、はい、コスト1だねこれね、うん、じゃあ6パック目いきましょう、はい、コモン、コモン、コモン、お、ようやくパパベリーレア来た。ベリーレア、ケンケンの精霊竜ロイヤルワン出ましたね、はい、はい、宇宙一のカレーパン出たけど、これはアンコモンだ。カレーの匂いはちなみにしないじゃあ次7パック目いきましょう。はい、コモン、コモン、あ、デュエン出た。コモン、レア、デュエン100万。じゃあ8パック目いきましょう。はい、コモン、コモン、コモン、レア、おほー出た。デュエン、え、青木団長、青木団長レジェンドだー。出たー、マジで出た、ドギラゴンバースター。やった、マジか、やったマジか、これガチですからね、うん、はい、エイシン君は青木団長ドギラゴンバスターが出ましたね、はい、素晴らしいですね、レジェンドカード初めてゲットうわ、素晴らしい。しかもこれ火と自然の文明のあれだね、レインボー、レインボーだね。パワー13000。素晴らしい、よく出た、いいの出た。やった。じゃあ9パック目いきましょう、うん、くしょー、えちゃんばっかりの出やがってコモン、コモン、コモン、レア、レア10パック目いきましょう、うん、コモン、コモン、お、スーパーレア来た、パパスーパーレア、スーパーレア来ました。
こちら出ました、月の輝き無限メタリカが出ました、はい、やったね、よかった、ようやくスーパーレア。じゃあ11パック目いきましょう、はい、はい、コモン、コモン、コモン、あ、はい、こちらマテンザンデュードゥム出ました、はい、12パック目です、はい、はい、コモン、コモン、コモン、レア、レア、あー、デュエン、スーパーレア出た、マジで、またエイシン君これ出ましたね、はい、ラストクエスチョン、オーパーツだって、イエーイ、スーパーレアですね、うん、13パック目いきましょう、はい、もう禁断の、最終禁断のやつが出ないとパパ勝ち目がない、そうだね、コモン、コモン、コモン、あー、はい、水晶強行クリアハーデス出ました、はい、14パック目いきましょう、はい、やばい、このままじゃ負ける、コモン、コモン、レア、レア、レア、あー、あー、やった、すごい、またレジェンド、というよりもこれ一番最新カード切り札ジョー、え、嘘が自作、自分で作ったカード、嘘、はい、エイシンクまたレジェンド出ました、はい、ジョリーザ・ジョニー、うん、すごいねこれ、超新カードだよこれ、コスト10は必要だけどクワトロブレイカーだって、うん、4枚もシールドブレイクするのこれ、そうだね、すごくね、じゃあラスト15パック目ですね、はい、まあそれぞれ開けて30パックということですね、はい、どうでしょうか、コモン、レア、レア、デュエン、あらら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 、ら、はい、ということで私はですねこの月の輝き無限、これが出ましたね、はい、ダブルブレイカー、このクリーチャーをアンタップして相手のクリーチャーのアタック先を自分のタップしているクリーチャーに変更しても良いと、うん、自分のターンの終わりに自分のクリーチャーを1体タップしても良い、そうしたらカードを1枚引く、うん、はい、エイシン君のスーパーレア1枚目はカンフージェネレーションズカツキングジュニアですね、はい、マナゾーンに置くときこのカードはタップしておく、革命チェンジ光または火のコスト5以上のドラゴンだって、うん、でダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出たときまたはアタックするとき自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置くだって、おお、いいじゃん、その後このクリーチャーは相手のシールドを1つブレイクする、うん、エイシン君のスーパーレア2枚目はこちらですね、うん、ラストクエスチョンオーパーツです、マナゾーンに置くときこのカードはタップしておく、革命チェンジ、水または闇のコスト5以上のドラゴン、ダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出たときカードを2枚引く、その後相手はバトルゾーンまたは手札から自分のカードを合計2枚選び好きな順序で山札の一番下に置くだって、うん、エイシン君のレジェンド1枚目はこちらですね、はい、青木団長ドギラゴンバスターですね、うん、はい、マナゾーンに置くときこのカードはタップしておく、革命チェンジ、火または自然のコスト5以上のドラゴン、自分のレインボークリーチャーすべてにスピードアタッカーを与える、おお、トリプルブレイカー、ファイナル革命、このクリーチャーが革命チェンジによってバトルゾーンに出たとき、そのターン中に他のファイナル革命をまだ使っていなければコストの合計が6以下になるよう進化ではないレインボークリーチャーを好きな数自分のマナゾーンまたは手札から選びバトルゾーンに出すだって、うん、戦場にドギラゴンバスターが降り立つときシールを剥がして真の姿を呼び覚ませ、これね剥がせんだよね、うん、本当に剥がせた、そうでもね一回もったいないでしょ、剥がしておしまいだもんね、うん、皆さんどうしてるんでしょうか、これはこのカードで1枚取っといてもう1枚出た時に剥がしてんのかな、多分そうだね、アドバイスお願いします、お願いします、はい、エイシン君の2枚目のレジェンドはこちらですね、うん、ジョリーザ・ジョニーです、はい、スピードアタッカークワトロブレイカー、このクリーチャーが召喚によってバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンに相手のクリーチャーがなければ自分はゲームに勝つ、バトルゾーンに相手のクリーチャーがあれば他のクリーチャーを全て破壊するだって、超強くないこいつ、怖い、これは強いね、コスト10必要だけど、うん、すげーの出たね、よかったね、うん、ここちょうど非文明だしね、うん、ということでですね、勝負は完全に私の負けですね、パパ1ポイントでエイシン君が8ポイント、はい、完全に負けました、うん、エイシン君お見事、ちなみにデュエン勝負はどうでしょうか、エイシン君が2200万デュエンで、うん、2800万デュエン、ああデュエン勝負ではパパの勝ちだね、うん、で、まあ、でもあれなのこれデュエンどうなの、もう終わっちゃうんだよね、5000万は貯まってるから、うん、
あ、景品交換できるんだ。あ、できる？限定サイドローダーってやつ。あ、じゃあこれ交換しとこうね。うん、うん、はい、ということで今回はデュエルマスターズのドギラゴールデン VS ドルマゲドン X でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、まだデュエルマ始めたばっかりなので、うん、正直まだ分かんないところがあるので、はい、皆さんぜひ本当に教えてください。教えてください。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。